Thank you.
その子と一緒に友達だから先生ってひどいこと言うんですねって言ったら、先生がお前は細いのになんであいつはデブなんだろうなってなんか言うんですね。それで今度は脅威を測りに行ったんですね。そしたらその子は当然太ってるから当然バストも大きいわけで、脅威を測ったらすっごいあって、女の先生だったから良かったんですけど、先生より大きいねって闇っぽく言うんですよ。でその時に身長を測りに行ったら、男の先生に測ってもらったんですけど、その先生は女の子だったけど、お前デブのくせに身長低いんだなって言うんですね。で私は随分ひどいなと思いました。